そして一周のウォーミングアップランを終えて各社いよいよスタート。しかしカーナンバー23番の和田はもちろん、29台のマシンはメインスタンド前を走り抜けることなく全て止まった。一人で走るんだったら、ね、走れますけど、いや一人でもさ、今ゆっくりだからいいけど、飛んでみな、全然こう危ないよ、危険ですよ、今のスピードならまあまあ、このようにですね、グリッドへずっと何時間も、並んで待ってたんですけど、一向にして、霧が晴れず、コースコンディションが悪くて、今日のところは、もう延期と、今度は7月に、このレースを、またこの場所で、やることに、決定いたしました。そして7月27日再びスポーツランドスゴ、86全日本ツーリングカー選手権第2戦はちょうど3ヶ月遅れで予選順位もそのままに行われた。レース序盤、カーナンバー5スタリオン A183A の高橋邦光がまずトップに立った。続いてカーナンバー50スカイライン DR30 の長谷見がピタリとマーク。3位にカーナンバー20の柳田、そして4位にカーナンバー23の和田とスカイラインが続く。30度を軽く越す猛暑の中、果たして各選手はどう戦うのか。鈴木和田はレース前にこう語った。こういう天気の中で、天海君どうしようかな。そうですね、まあ、今回は和田選手調子いいし先発で行ってもらってがっちり行ってもらいたいんですけど、でもまあ暑いから自分たちのペース作っていきたいですね。ターボ車が多いんだね、水温上がったりとか、あとタイヤの問題、タイヤのやっぱしオーバーヒートとかね、そういうのも出てくると思うんですよね。うちは無難に僕が、まあ、60周ぐらい走るって一応タイヤ、様子見て、多分何本か交換すると思うんですよね。それであとはアングリ選手に、フィニッシュしてもらうと、これでもう優勝を狙うしかないかな。そうですね、まあコンスタントにいって最後に笑うのはって感じですね。じゃあ2連勝よろしくお願いします。頑張りましょう、よろしく。2人の2連勝宣言を笑うかのように余裕でトップを走るカーナンバー5の高橋邦光。しかしその邦光が12周目でピットイン、タイヤ4本を交換、ブローが発生したのだ。痛い1分のロスで代わってトップに立った長谷見に1周遅れとなった。その高橋邦光が慌ただしくピットアウト。カーナンバー 1BMW の長坂も14周目でタイヤ交換、彼はこの後も4回のタイヤ交換に泣く。トップに立っているのはカーナンバー50長谷見のスカイライン DR30。 この時鈴木和田組のカーナンバー23スカイライン RS ターボは和田のクレバーな走りで2位につけていた。それではここでピットで和田の走りを見守る鈴木アグリとはどんな男なのか見てみよう。鈴木アグリ、カート界の新星、カート界のプリンスと騒がれた少年が26歳の今 F2 レーサーとなり第一線で活躍している。そんな彼にちょっと振り返ってもらった。デビューレースなんですけど、デビューレースは18歳の最後の日曜日だったと思うんですよ。19歳になる1週間前だったと思うんですけど、なんかなんだか分かんないうちに終わっちゃって、富士のヘアピンでスピンしちゃって、それでリアのホイールを曲げちゃって、でも完走はしたのは覚えてます。でもなんか自分で上がっててなんだか分かんないうちに終わっちゃったって感じですね。まあ、4輪レースに入るきっかけっていうのは、
まあ、自分はずっとゴーカートっていうかカートのレースから入ってて、まあ、12歳ぐらいからレースやってたんですけども、だから自分でも18歳になったらもう絶対レースやりたいって思ってましたから、なんとかしてその自動車レースをやらなくちゃいけないと思って、で一番最初にすごいボロッチラルト RT1 っていう車なんですけど F3 を買って初めて、すごいボロい車だったんですよ。なんかもう印象に残ってるのはもうガッタガタの車でね、なんか、うん、ヨーロッパでもクラッシュしてモノコックが歪んじゃってるような車だったんで、そういう思いでも自分に与えられたその四輪界のつながりっていうのは、そのラルトの RT1 っていうその古い車1台しかなかったわけですよ。だからその車をもう壊しちゃうと、もう自分がその四輪レースに対しての細い糸でしたから、その車がすごい、大事だったし、そういうその RT1 がきっかけでしたね。でそれ1台しかなかったっていうのは、その今自分が、うん、ある第一歩だったと思いますよね。いくつかの出会いがあって今の鈴木があるのだろう。節目節目でね、いろんな人いましたよね。その節目になったって言えば、トムスの舘さんもそうですし、セントラル20の柳田さんもそうですし、そこのマネージャーの佐藤さんもそうですし、やっぱりそう考えると、その林レーシングの畑川さんとか、こう人の名前で言ったらね、その一大転機っていうのはもうその節目節目でいっぱいいるから、ちょっと分かんないですね。その難しい、その質問は。こんな鈴木の性格をより知るために、一番悔しかった思い出について聞いてみた。悔しかったことね、その悔しいのはね、その一つ一つのレース、そのやっぱりリタイアした時っていうのはね、やっぱ悔しいですよね。その一番悔しかったって、そんなにその過去のもうレース終わっちゃったことに対してすごい悔しさっていうのはあんまり残んないんだけど、やっぱり、行こうと思ってたレースリタイアしちゃうっていうのは悔しいんですよね。あのね、あんまりその感情的にすごい終わった後でも悔しいとかって思わないんですよ。もう終わっちゃったことを悔しいと思ってもしょうがないと思うから、もう前向きに考えてるから、うん、だからそんなにすごい悔しいっていう思い出ないですね。鈴木の良きパートナーであり、そしてライバルでもある和田隆夫は、シビアに彼の性格をこう語った。鈴木亜久里選手はですね、まあそうですね、去年一緒にグループ A でやらせていただきまして、非常に、彼はね、自分ではなんかプレッシャーかかんないのどのこの言ってますけど、スタート前のあのプレッシャーはもうすごいですね。見てますとね、結構面白く感じちゃうんですけど、非常に好青年なんですけど、スタート前は非常に興奮しまして、なんかそれを自分自身でこう抑えるのが好きみたいでね、自分の世界があるみたいですね。やはりあれはあれでなんか随分個性があるな。冬は大嫌いだ、だから好きなのかな。妙に存在感のあることを言う男だ。そして鈴木に第2戦の舞台となったスポーツランド菅生のコースを紹介してもらおう。上りのがすごいきついコースなんで、ああいうところはね、スカイラインっていうのはあのターボついてるから強いんですよね。で、でもそのやっぱり車重重い分だけ少しこうタイヤにかかる負担っていう、 G がずっと長い時間かかってるコースなんで、車重の重い車っていうのは少し不利だったかもしれないですね。それではレースコンディションを和田のコメントで。今、走り終わって鈴木亜久里選手と交代したばっかしなんですけど、非常に気温が高いために各社とも非常にオーバーヒートの問題が抱えていると思うんですよね。で、あとタイヤなんかも結構ヒートしてまして、全体にコーナリングスピードは全車遅めですね。で、やっぱり水温が上がってるんで、やみんな各社引っ張り押さえてると思うんですよ。で、僕は交代する4周目まではなんとか1位をキープしてたんですけど、急に水温が上がりまして、
もう4秒台までペースを落としまして、ゼッケン24番のスカイラインに、首位を渡して、鈴木亜久里選手と交代したばっかしなんですけど、だいたい今のポジションが、まあ、ガソリンとタイヤやりましたんで、7、8番手まで落ちてると思うんですけど、後半追い上げてなんとか優勝を狙いたいと思うんですけど、まあ、問題は水温だけですね。